竹原春仙が絵本百物語より、ヒエ魔マヒ魔、または縁ンサ女は、江戸時代の祈談集、絵本百物語にある日本の妖怪。原点の絵本百物語本文によれば、本来のヒエ魔とは仏教から出た言葉であり、女房を戒めるため、さらに女の色化に惑わされた挙句に、自らの身を滅ぼしたり家を失ったりすることの、 愚かさを悟す言葉とされる。ヒエンは、外見は、菩薩のように美しい女性でありながら、野者のように恐ろしく、この姿に見入った男の心を迷わせて、身を滅ぼし、家を失わせ、ついには命を失うとある。中国でかつて夏の結王を惑わせて、贅沢をしたという気陰の中央を堕落させたという脱き、州の遊王の日でありながら、 衆を滅ぼす元凶となった法事といった王の日たちが、この被縁馬に例えられている。名称は、火の縁馬、すなわち火炎地獄の裁判官を意味する。火縁馬の名は、空飛ぶ魔縁であり、縁に魔性をもたらす天馬ーラの暗示でもある。火の絵馬生まれとされる、八百屋お七が、天那の大化に関連していることから、飛び火して、大火事となる、被縁馬を意味しているとも言う。 日の絵馬生まれの女性は男を食いつぶして早死にさせるという言い伝えから創作された妖怪と言われることもある。また、絵本百物語本文にあるように、女盆を今しめるため、及び女に惑わされて、自らの身や国を滅ぼすことのないよう創作された妖怪とされることもある。昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、吸血鬼のように血や世紀を吸い取って、 命を奪う妖怪としているものもある。ありがとうございます。